はい、今回はですね、はい、2022年のね、ミニバンのナンバーワンにですね、フリード、ホンダから出るフリード、はいはい、このフリードが2022年のミニバンナンバーワンだったんですね。どうなんでしょう、このフリードっていう車種、はい、街中で見かけますよ。なんかコンパクトで3列シートやったと思う、確か7人乗りとか。要するにコンパクト3列シートだけど、他の車種に比べるとコンパクトな形、まあ、それがこう人気の一つの原因でしょうね。ファミリー層には確かによく見かけますよね。まあ、そんなフリードね、2022年の国内販売ランキングでですね、3列シートミニバンの販売1位はホンダフリードだったと。2位はシエンタ、そして3位はアルファードっていうのが続くような形、はいはい、フリードの発売は2016年、そして約6年を経過しながらミニバンのナンバーワンになっているというね、人気車種なんですね。ちなみに、ホンダでは2022年5月にステップワゴンがフルモデルチェンジを行った、注目度の高い、新型ミニバンだったんですけれども、発売直後に当たる2022年の7月から12月の1ヶ月、平均登録台数は約4260台だったと。フリードは同じ期間に1ヶ月で約6000台を登録しており、新型車となるステップワゴンの売れ行きを上回ったんですね。フルモデルチェンジしたステップワゴンよりも、その時のフリードが、既存にあるフリードの方が、はいはい、新型車となるステップワゴンの売れ行きを上回ったという形。一方ね、ライバル車のシエンタは2022年8月、の23日に新型にフルモデルチェンジした、8月までの登録台数は、仙台型によるものだったらしいんですけど、そこで新型になった2022年9月から12月の、1ヶ月平均登録台数を割り出すと約9500台になると。フリードは同じ期間に限ると1ヶ月平均が約6300台ですから、シエンタの約9500台には達しない。しかし、それでもフリードが発売から6年を経過することを踏まえると売れ行きは好調であると。6年経過して、販売台数がどんどん上がっているということなんですかね。まあ、2020年に発売されたフィットよりも多く登録され、ホンダの国内販売ランキングは Nボックス に次ぐ2位と。すごい。要はホンダを支える大切な、車種ということですよね。Nボックス ね、すごくよく見かけますけども、ホンダの中にこの Nボックス に次ぐ2番目に、ホンダを支える屋台棒っていう。このフリード、ね、まあ、あのフリードが根強い人気を得ているのか、販売店、ね、まあの方がね、フリードは、5ナンバーサイドのミニバンで、混雑した街中でも運転しやすい、そこで、現行フリードの、前期型から今売られている後期型に乗り換えるお客様も多い、前期から今後期になっているということですね。はい。まあ、またステップワゴンが新型になり、ボディを拡大させて3ナンバー専用車になったと。そのために車庫の広さなどを考慮して、従来型のステップワゴンからフリードに乗り換えるお客様も増えていると。なるほどね。こういうような、はい、ことらしいですね。はい。まあ、フリードやステップワゴン以外からの乗り換えはどうかというところは、まあ、コンパクトカーのフィット、SUV のベゼルを使っていたお客様に孫ができて改めてミニバンを買われることもあると。ただしフィットからステップワゴンに、アップサイズすると運転が難しくなるから、まあ、そういったことも考えてフリードがちょうどいいサイズ感であると、まあ、以上のようにフリードはさまざまなユーザーが購入しやすいミニバンになっているということですね。やっぱりちょっと従来型の3列シートよりもやっぱコンパクトっていうところが非常に人気があるということですね。まあ、また2022年にね、国内で販売されたホンダ車のうち 36% を Nボックス が占めた。そこに N ワゴンなどの軽自動車も加えると 50% を上回り、要はこの N シリーズというかね、ホンダの中で 50% ぐらいがこういった Nボックス や N ワゴン、なども加えると 50% を上回り、コンパクトなフリード、フィット、ビゼルも含めれば 80% に達成する。Nボックス や、N ワゴン、そこにこういった、コンパクトなフリードやフィット、ビゼルを加えれば、そのホンダ車の中の販売されている中で 80% に達するということですね。要はそういったコンパクトなミニバンや、まあ、そういったような、まあ、軽自動車という部分が今売れ線であると。まあ、そのために最近はホンダのブランドイメージがコンパクト化され、実用志向も強めた。ホンダでは小さくて背の高い価格の割安な車種が注目され、ホンダの国内最多販売車種は Nボックス、2位はフリードになっていると。
それからフリードの売れ行きには、納期も関係していると。販売店によると、ステップワゴンは納期が1年に達するが、フリードであれば、2ヶ月から4ヶ月で納車できるっていうようなこと。まあ、フリードの納期はシエンタと比べても短く、選びやすい車。まあ、こういったの購入しやすいっていうのは今の現状でね。はいはい。中は、まあ、購入しやすいっていうのも一つ、この、フリードが売れているというような原因でもあると。こういうようなところらしいですね。いい車ですよね。でしょうね。やっぱりこう、中はそういったような形で3列っていうような形でね、人をたくさん乗せれる。そうですね。お子さん連れとかね。だけれどもその割にはサイズ感が、まあ、ちっちゃくて、運転しやすいっていうような部分があるというようなところがこのフリードの特徴であるというようなところですね。はい。はい。ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。